小さな鳥ですので狭いんですね。ですから狭き門、要は受験で難関を突破するという意味で絵馬を持ってくぐっていただくということで、あの合格しますようにという験担ぎですね。お願い考えながらね。お願い考えながら。お尻。超モゾン。これからまあこれで規制も解除されますので、来年は、ぜひあの来場あのご参拝者が増えることを期待しております。